今リリーフカーに乗ってピッチャーがマウンドに向かいます。接戦の中でのリリーフ登板です。ゲームは7回の表です。追加点を狙うジャイアンツの攻撃です。打席には4番バッター平、今日はまだヒットがありません。西さん、ここで追加点が入るとぐっと勝利に近づくと思うんですが、どうですか？そうですね、もちろんですね。打ちました。一塁送球アウト、ワンアウトです。マウンドは中継ぎの松田。初球から力いっぱい投げ込んできます。高めいっぱい見送りましたがストライクです。ここはあっという間に追い込んでいます。いいところに持ってきましたが外れます。引っ張った。しかしファーストライナー。打順は6番ジョー。今日はまだヒットがありません。ジャイアンツ初球ストレート、これはバッター動けません。すぐに追い込みました。打ちました。センターに抜ける。ツーアウトながら追加点のランナーが塁に出ます。打順は7番多田。今日はまだヒットがありません。ジャイアンツここまで6連勝。速いボールがコーナーに決まります。これは見送ってボール。3球目打ちました。取ってスリーアウトです。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。7回の表終わって2対0ジャイアンツ無得点です。ここで代打です。バッター関本。西さん、この場面いかがご覧になりますか？まあ、ここはねしっかり守りたいですよ。チャンスを作るにはとにかく塁に出なければなりません。初球変化球がいいところに決まりました。ストライクを先行させていきます。追い込みました。外、しかし主審の手は上がらない。
打ちました。センター掴んでワンアウト。バッターボックスには6番今成。タイガースここまで2連敗。いいコースですが外れています。そう簡単には打たれませんからね。アウトコース打ちました。ワンアウトからランナーが出塁します。ワンアウトからランナー出塁。ここでランナーが変わります。ヒットでランナーを一塁に置いています。まずは簡単にストライクが来ました。ストライク。いいテンポで追い込んでますよね。簡単に追い込んでいます。ライトの前、あっという間にライトへ。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ランナーが出ます。チャンスを広げていきます。ランナー、ここでランナーが変わります。得点圏にランナーを置いていますタイガースです。まずはストライクを取りました。低めストライクになります。ここはあっという間に追い込んでいます。ショートが取る。セカンド送球、二塁フォースアウト。ダブルプレイ、チェンジです。リプレイでご覧いただきましょう。このチャンスは生かせませんでした。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。7回終わって2対0タイガース無得点です。リリーフカーに乗ってピッチャーが今マウンドに向かいます。緊迫感のある中での登板となりました。8回まで来ました。追加点を狙うジャイアンツの攻撃です。バッターボックス阿部、今日は2打席連続となるヒットを打っています。ダメ押し点を奪えるんでしょうか。まず初球しっかりと見極めました。2球目取ってワンアウトです。打順は9番ラウ、先ほどは送りバントを決めています。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球大きな変化球でまずは空振り。
めの変化球きっちりと見極めましたがボールです。外決まった。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。空振り三振、ツーアウトになっています。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧の通りです。ツーアウトランナーありません。このストレートが決まります。際どい球わずかに外れています。変化球これは空を切ります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。打ちました。セカンドライナーです。三者凡退に終わっています。8回の表終わって2対0、ジャイアンツ無得点です。8回の裏追いかけるタイガースの攻撃になります。バッターボックスは9番サカ。チャンスを作るにはとにかく塁に出なければなりません。まず際どいコースをついてきました。このコースに投げられるとね、そう簡単には打てませんよ。すぐに追い込みました。際どい球ボールになります。次が80球目になります。これはよく見ました。打ちました。アウト、ワンアウトです。打席には1番バッター西岡。今日はまだヒットがありません。まずは先頭バッターを打ち取っています。変化球振っていきます。惜しくも外、ボールになります。これはいいボール、ワンボールツーストライクです。ファーストライナー。2番バッターヤマト。マウンドの先発ピッチャーラム。いいコースへ投げ込んでいきます。
二遊間抜けていきました。ヒットになりました。ツーアウトからランナー出していきます。バッターボックスには3番鳥谷、前の打席ではヒットを放っています。ここはランナーに気を取られすぎないことも大事でしょう。インサイド落ちました。破りました。センター前。これで3打席連続のヒット。5番に打順が回ります。バッターマート、今日はまだヒットがありません。マウンドは先発ピッチャーラン。初球から積極的に振ってきました。目いっぱいストライクを先行させていきます。追い込みました。この球は見送ります。見逃しましたが三振。タイムリーなりませんでした。あと1本が出ませんでした。今の投球ご覧いただきましょう。このチャンスは生かせませんでした。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。8回終わって2対0タイガース無得点です。ついに最終回を迎えました。追加点を狙うジャイアンツの攻撃です。2番バッター川島、先ほどの打席は三振に倒れました。西さん、ここは追加点を奪って勝利をより確実なものにしておきたいと思ってるでしょうね。まあそうでしょうね。この終盤の1点というのは非常に大きいですから、とにかくなんとかもうちょっと頑張ってほしいですね。さあ、その1点取ることができるんでしょうか。2球目打ちました。セカンドうまくさばいてアウト、ワンアウト。3番バッター村田、今日はまだヒットがありません。ゴロでワンアウトを取っています。打ちました。一気にレフトへ。ワンアウトから追加点のランナーが出塁していきます。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。迎えるバッターは4番キラ、今日はまだヒットがありません。ヒットでランナーは2塁に変わっています。初球は大きな変化球、ボールになります。入れてきた。打ちました。打球はライトへ。これはどうだ。ツーアウトランナー二塁となりました。5番に回ります。バッター高橋、今日はまだヒットがありません。マウンドは中継ぎの加藤。打ちました。ライトへ。どうだ。これはどうだ。取った。素晴らしいプレーが出ました。追加点とはなりませんでした。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。9回の表終わって2対0ジャイアンツ無得点です。ここで守備の交代があるようです。ライトヒラに変わりまして、ゲームは9回の裏に入りました。タイガース最後の攻撃になります。打席には5番バッター関本。この場面はどうしても出塁しなければなりません。まず際どいコースから入りました。
コースはどうか。いいテンポで追い込んでますよね。簡単に追い込んでいます。これは見送ってボール。これはどうだ。レフトが取りました。6番バッター田上。まずはワンアウトにしています。初球打ち、うまく滑り込んで取った。いいプレーが出ました。ご覧のように非常にいいプレーになりました。ファインプレー。ここで代打です。バッター檜山。西さん、この場面いかがご覧になりますか。ここはね、しっかり守りたいですよ。塁に出るとまだ試合は分かりません。初球から際どいコースをついてきます。打ちました。ショートうまくさばいて、これで3アウト。試合終了になりました。ジャイアンツが僅差で勝利を収めました。接戦をものにしました。西さん、やはり連勝しているチームの勢いを感じる、そんな勝利でしたね。まあやっぱりね、勢いありますよね。もう強さは本物ですよね。確かにその通りですね。バッタージャイアンツ、接戦をものにしました。一方のタイガースですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで甲子園球場から失礼いたします。